北方東口駅は、岐阜県本巣郡北方町にあった、名古屋鉄道揖斐線の駅。北方町で一番東の駅。ホーム跡、揖斐線が前身である、北軽便鉄道の路線として開業した当初より、存在する。開業時の駅名は、森町駅であったが、1927年頃に、北方東口駅に改称された。揖斐線は2005年に全線が廃止され、これと同時に当駅も廃駅となっている。資料によっては、森町駅を当駅の旧称とせず、別の駅として扱うものがある。その場合、当駅の開業年は1927年頃となる。北方町の市街地にあり、駅の南東には、岐阜県立岐阜農林高等学校が立地している。付近には、バス路線も通っており、交通の便も良かったため、駅の利用者は、比較的、多かった。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。軽便鉄道運輸開始、官報1914年4月9日 AB、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、揖斐、谷組線の85年郷土出版社、1997年。220から230ページ。ISBN4 から8767009794。ABC、岐阜線各線停車場一覧揖斐線、P144。ABC 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新潮社、2008年、52から53ページ。ISBN978 から4から10から79025から8。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、881ページ。廃線路線主要駅の根弱揖斐線、P96。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、府図、名古屋鉄道路線略図。ハット AB 川島慶三、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、142ページ。ISBN4 から7942079644。日本鉄道旅行地図帳追加、定補、一覧7号、東海。鉄道フォーラム。2016年6月11日閲覧。森町駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。